私見ましたよ。私だけじゃなくて、あの時あの場にいた全員が殺人現場を見ていました。なぜそれをさっき？さっきはあの子がショックを受けてたから。その気遣いがありませんでした。いや、しかし、では他のお客様はなぜ？決まってるじゃないですか。殺人事件なんか起きたら楽しいクルーズ旅行が中止になっちゃうからですよ。はい。知らない人の命よりエーゲ海クルーズを選んだんです。なんだったら、なんで今死ぬの、空気読んでよぐらいには思ってると思います。人一人亡くなってたんですよ。それを知らん顔して旅行できるなんかありえませんよ。人の心の中では何だってありえるんですよ。まあでも、このまま放っておくわけにもいきませんよね。いきません。人の命が奪われて、なかったことにされていいわけがありません。なんとかするべきですよね。なんとかするべきです。どうすれば？あ、説得してみませんか？説得？事件の目撃者であるあの4人を説得して真実を証言してもらうんです。なるほど、まあ、まずはそこからですね。はい。ちょっと待ってください。お客様の目的は何ですか？目的？亡くなった方のためですか？恋人の浮気を止めるために日本に帰りたいからですか？もちろん、亡くなった人のために。お客様は嘘が下手だと言われたことございませんか？そんな不純な動機で。動機が純粋だったら問題解決するんですか？これは今日見た綺麗な景色の写真。付き合い始めの男女がよく送り合う今日見た綺麗な景色の写真です。二つ並んだ影の写真。付き合い始めの男女がよく撮ったりするやつです。これはもう終了ですね。完全に振られました。ノーチャンスです。元に戻る可能性ゼロです。諦めるのが身のためでしょう。